ちょっとこう、なんていうのかな。これがね、いいんですよ。ほぼ一緒ですけど。すごいんですよ、ペンテルさん。こう、最近お気に入りなのも特にこれなんですけど、第1話で登場した赤でそすう、ね。赤。赤は見栄えがいい。で、あと色も綺麗だし、まあ、全体的に言うんですけど、全部色がいいんですけど、こういう薄めのね、黄色とか紫とか、この辺はこれで、わかります？こういう感じね。ちょっとこう、なんていうのかな、水彩画っぽい？濃淡が出るんですよね。わかりますか？こう、こういうふうに。紫はそうでもないか。この黄色なんかは、あと水色なんかもそうなんですけど、これがね、いいんですよ。作品描いたりするときにね。最初と最後で色が違って、こう、たまる感じとか。こういうのもいいですよね。ただ赤はそれがなくて、こう、黒で描いたときみたいに、マットと、ベタって同じ、トーンで出るんですよ。で、それは私好きなんですよね。それはそれで、字を書くときに。で、こういう濃淡が出るのも作品とか作るときにはいいですよね。こう、ポストカードに書いたりとか。ああ、そうですよね。まあ、使い分けですけどね。色が違っても、筆のタッチは全く一緒なんですほぼ一緒ですけど、か？やっぱり黒が一番書きにくいですね。そうなんです実か。を言うと。このカラーの方が描きやすいんですよ。なぜか。なんでなんですか顔ね。料のなんか違いですかあ、ね。そっか。まあ、色ごとにそうですね。配合も違うわけですもんね。そう、それによってかもしれないんですけど、で、そういう意味でやっぱこの黒で練習するっていうのはすごくいいんですよね。描きにくいからこそ、それをいかにうまく自分で制御するかっていう練習になるので、これをマスターすれば、どんな筆ペンとか普通の筆でも、まあ、書きやすく感じるんじゃないかなっていう感じですよね。まああとはこういう朱、これはよく添削で使直うさやれつるでイすメーけど、ジそのやうでつですね、なんね。か。こういうのもありますし、あとまあ舗装地みたいなのもありますけどね。こう。これは極細って言って、普通の中字よりも細く書けるんですよね。こういうふうに。これはよく、まあ、仮名の、折り紙に仮名を書いたりするときに、こう。書いたりしますね。こう、ありあとかね。これはもうとにかく細い。で、細柔身らなんでかすいでね。す、すごくね。これもなかなか書きにくいっちゃあれですけど、慣れないと扱いにくいですけど、慣れるととってもすごくいい線が書けるので、細くなればなるほど難しいんですか？と思いますね。でもこれは私もお気に入りでずっと使ってますね。まあ、あとはまあカラーですけど、あとね、デュアルメタリックブラッシュっていう、こういうシリーズ。すごそうな。これラメ入りなんですけど、筆ペンなんですか？これも筆ペンですね。まあ、筆ペンっていうか、その、多分書道家に限らず、こう、作品作るようにできてるんで、ちょっとこう、短いっていうか、穂も短いんですけど、でも、穂が短い方が書きやすいですよね。このぐにゃってこう沈む部分が少なくなるので、非常に皆さん書きやすく感じるんじゃないかなって思いますね、この方が。で、ちょっと今、振ってないんで、ラメ感が少ないんですけど、ちゃんとこう、出てこないかな。ちょっとしばらくぶりに使うんで、ちょっ出てとこないんですけそうど、ですね。綺麗なラメが入ってます。キラキラと。そうなんです。だからちょっとデコる感じとかいいですよね。少し出てきましたけどね。これもおすすめです。一応ね、レッスン来ていただいてる人にはみんなこう中字で書いてもらってるんですけども、お家で練習する時とか自分で好きなカラーでね練習するとまたちょっと気分も上がそうるですんよで、ね。
ちょっと描きやすく感じると思うのでカラーの方が、うん、それはそれで、あの、あ、なんか今日うまく描けたかなって思えると、はい、練習にも、そうですよね、うん、苦じゃなくなってくるので、たまにそういうことしてもいいかなと思いますよね。とりあえずそうですね、はい、おし、まあ、今のところこれとこればっかりですけどね、はい、じゃあちょっと皆様もぜひちょっと家で練習する際、はい、そうですね、いろいろなカラーで、はい、揃えて、色を変えて、色を変えて、はい、やってみるといいと思います。はい、じゃあ今回の動画はこの辺で、はいはい、先生の道具をご紹介させていただきました。先生じゃないですか、あやこさんの、先生か、すいません、あやこさんの、ね、7つ道具、はい、何本もありますけど、はい、はい、では次回の動画も楽しみにしてください、はい、チャンネル登録お願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。